ワンピースワンピースのチリワンピースのチリでは、小田栄一郎の漫画、ワンピースの舞台となる場所について記述する。ワンピースの舞台である世界の概略図作中の世界の海は、世界を縦断する大陸、赤い土の大陸と、それに対して垂直に世界を一周する航路、偉大なる航路によって四つに分けられている。偉大なる航路は、なの帯に挟まれている。また、 赤い土の大陸によって二分された偉大なる航路後半の海は新世界と称されている。偉大なる航路、赤い土の大陸により東西南北に区切られた海はそれぞれ東の海、西の海、南の海、北の海と呼ばれる。上空には空島がある。物語序盤における舞台。赤い土の大陸と偉大なる航路で区分される四つの海の中でも 最弱と言われており、賞金首の平均賞金額も300万ベリー程度。しかし他の海に比べて、凶悪な賞金首が少ないゆえに、平和の象徴ともされている。強大なマフィアである、西の五大ファミリーが、裏社会を牛耳っている。かつて、ビンスモーク家が武力で征服した過去がある。世界を一周する航路。一つなぎの大秘宝を目指して、 世界中の海賊が集まっており、四つの海では滅多に、ない悪魔の実の能力者も数多く存在する。三大勢力が君臨し、海賊の墓場と言われるほど危険。さらに、デタラメな気候、異常な生物たちなど、様々な理由により、一般常識が全く通用しない。偉大なる航路の入り口は、リバースマウンテンという山になっており、 リバースマウンテンの運河を経由しなければ入ることはできない。地理上では偉大なる航路は、なの帯に挟まれる形で存在しているため、なの帯を越えれば、理論上は偉大なる航路のどこへでも侵入可能であるが、波の船ではそこに群生する大型の海洋類の襲撃に耐えられないため、リバースマウンテンからの侵入を余儀なくされている。偉大なる航路では、季節、 天候、海流、風向きの全てがデタラメで、様々な頂上現象が発生する。島々は気候によって、春島、夏島、秋島、冬島の4つに対別され、偉大なる航路を生き残るには、夏島の夏から、冬島の冬まで16段階の季節を乗り越えなければ、ならない。ログポース各、島々が鉱物を多く含むため、強力な磁場が発生しており、 通常の方位自身が使い物にならず、普通の公開術が一切通用しない。そのため代わりに、記録指針や永久指針という特殊な方位自身を利用する。偉大なる航路では、島と島が互いに引き合っており、それぞれの島の記録を記録指針に貯めなければ、次の島に進むことはできない。記録が貯まる時間は島によって異なる。永久指針は、 永久的にその島の時期を記録し、その島を指し示すというもの。リバースマウンテンからは、航路が7つに分かれるが、どこを選んでも記録をたどれば一つの航路に行き着く。最終地点は、ラフテル。派生作品オリジナル、偉大なる航路後半の海の通称。偉大なる航路を反集し、赤い土の大陸を越えた先に広がる最後の海。この新世界を制したものが、 海賊王の称号を得られるという、四項が君臨し、常識外れな事象もさらに増ます。世界で最も航海が困難な海。海流、気候に加え、前半の海で唯一信頼できた時期までもが変動する島があり、航海中完全に時期を失う島さえある。このため航海には新世界用の記録指針が必要となる。 新世界の大物海賊は各地に縄張りを持ち、巨大な犯罪シンジ事系統を形成している。一度でも新世界に足を踏み入れた者は口を揃えて、偉大なる航路前半の海を、まるで楽園だったと語り、その多くが脱落していくという。派生作品オリジナル、偉大なる航路にあることは判明しているが、前半か新世界か明言されていない場所。 偉大なる航路の両脇に沿って存在している、無風海域。大型海洋類の巣で、これがあるために、偉大なる航路には4つの海から直接入れず、リバースマウンテンから入らなければならない。海洋類の天敵である、毒海蛇、湯蛇に船を引かせた旧蛇の海賊船と船底に、海老石を敷き詰めた海軍の軍艦は、 船の気配を消すことができるため比較的簡単に往来することができるようであるが、視覚的に見つかる危険は残るため100%安全ではない。偉大なる航路に対して直角に世界を一周する巨大な大陸。偉大なる航路近辺では雲によって頂上が見えないほど標高が高く、また切り立った崖になっているため、陸路で越えることは困難。この世界の海は、 赤い土の大陸により両断されている。大陸の性質は、偉大なる航路の島々がそのまま繋がったような状態で、偉大なる航路の春島、夏島、秋島、冬島にあたる地域が連なっている。偉大なる航路を反周した先にある、もう一つの赤い土の大陸を越える方法は二つある。一つは、赤い土の大陸の上にある聖地。 マリージョアを通り抜ける方法。この場合、世界政府に聖地マリージョアの通行許可を得て、大陸の上に引き上げてもらう必要があるので、海賊には不可能。また、船を乗り換える必要があるため金もかかる。もう一つは、マリージョアの真下の海底に位置する巨人島を通り抜ける方法。この方法なら、世界政府の許可も船を乗り換える必要もないが、 海中を航海しなければならないため、船をコーティングして危険な深海を突破する必要がある。白ひげによると、遥か昔、赤い土の大陸の上には、神の国があり、発火する種族が住んでいたという、空に浮かぶ島、所在地不明の国。ありがとうございます。